はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちら僕らとはおなじみですね、もうデカ盛りでおなじみのお店、二代目江戸さんに訪れております。でちょっとね、これね、今日オープニング撮り方違うと思うんですけれども、本日はカメラマンがおりますということで、まあ僕のねチャンネルではね、見てくれる方は知ってると思うんだけど、マイチンね、お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。だいぶ久しぶりよ。だいぶ久しぶりですね。いや結構コメントでも書かれてるのよ、マイチンはもう出ないんですかって。待望ですよ。こんなこと言っていただけるなんてなかなかないですからね、普段なかなかね、生活してても。確かに、まあ、今まではさ、こう空いてる日をお互いあれば撮影してたじゃない。でもね、今月からちょっとそうではなくて、月2回ね、2日間かけて、マイチン固定でちょっとカメラマン付きでね、撮影をしようって話になってまして、普段とはね違うようなこんな感じのロケっぽいスタイルで、動画がね若干増えていくと思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、多分マイチンで今日初めてで、まだ何も食べてないと思うんだけど、今日は誰も食べたことない今後販売される新メニューを食べられます。マジっすか。世の中も知らないってことですよね、全く。まあ、世の中も知らないし、リアクションが嘘くさい。実を言うと、さっき聞いてるっていう。まあ、さっきで聞いてんだよね、もう。むしろそっちがマジって、そっちでちゃんとマジってなってるんで。まあ、内容はもう毎日は知ってるんだけど、今回ね、撮影伺うと、店主のね、岡安さんにお話をしたところ、せっかくならうちで作れる新しいメニュー食べませんかとお話をいただきまして、今回ね、この江戸さんの名物、唐揚げを使ったチキン南蛮をいただけるということで、この動画公開した後ぐらいから、ちょっと詳細は公式のね、お店のツイッターを見てもらいたいんですけれども、実際に販売して皆様も食べれるってことなので、ぜひね、この動画を見て食べたいなと思った方は、この二代目江戸さんでね、そのチキン南蛮を食べていただきたいんです。が今回もちろんね、あの大食いのチャンネルなんで、うちもデカ盛りです。まああのもちろんね、マイチンは波でお願いしてんだけど、俺はデカ盛りでも、これね、あの動画見てれる方はまだ知らないと思うんだけど、このマイチンとの撮影旅1日2本撮りなんで、あのこの後も食べるんだけど大丈夫。いや、そこがまだちょっと読めなくて。読めない。どんぐらいあのスパンが空くのかなっていう。一応ね、今撮影があのオープン前なのよ。10時半ぐらいに今お邪魔させてもらって、これから特別にね営業前に撮影させていただくんですけど、2軒目が一応ね5時で予約してるから、まあお腹夕飯としてねすくと思うんで、ここでは無理せずに美味しく食べつつ、夕ご飯もねちょっと一緒に撮影回りましょう。はい。じゃあということで、もうね料理作っていただいておりますので、早速中入ってね、そのチキン南蛮食べていきたいと思います。いきましょう。よろしくお願いします。じゃあということで、まだ今ですね、こちら江戸さんの店内に入りまして、もうね多分さっきタイマーが鳴ったからできるっぽい。まあ、本当はね、この江戸さんっていろんな定食とか、それこそ唐揚げが有名なんだけど、もともとねラーメン屋さんなのよ。看板デカデカと唐揚げの看板があったから、そう、唐揚げの看板バコーンと外観にあるんだけど、ラーメン屋さんなのね。ただやっぱそのね、名物の唐揚げってのがあって、本当はね、せっかくマイチン初めて来るからさ、唐揚げ食って欲しかったんだけど、まあ新メニューのチキン南蛮、江戸さんの唐揚げを使ったチキン南蛮だから、うん、まあベースのね唐揚げは食べれるとしつつ、新メニューってことだね。今さ、もう見て、あの機敏な動き、いやもうね、あの店主さんの動き、本当にここのお店繁盛店でめちゃくちゃ忙しいから、やっぱね普段から仕込みもねすっげー機敏なんだけど、やっぱ俺ら来るとさ、とにかくデカ盛りだから、やっぱりねそれ以上に機敏に動いてくれてる。今日どんぐらい食べるんですか。今日は俺のが南蛮のだけでだいたい4キロぐらいの皿になるらしい。すごい量、すごいです。それでちょっとあのさすがに、ね、食べきれないのが怖いから、ご飯は大盛りとかじゃなくて、とりあえず並盛りでください、おかわりさせてくださいとは言ってる。ああ南蛮できたっぽいわ。あってよいしょ。はい、並盛りですね。はい、並盛り、お待ちしてさまでした。ありがとうございます。波でも多いっすけどね。多いですか。十分多いよね。すごいっすね。こちらがラッシャンサイズ。はい、ありがとうございます。よいしょ。のそう、普段さ、あのデカ盛りの撮影って伝わんないのよ、サイズ感、うん、でこう波盛りと並べると分かると思うんだけど、これです。これです。
あと勘違いしないでほしいのは、これね一応皆さん普通に販売するときのサイズなんだけど、これがちっちゃいとは思わないで、これがでかすぎるから。ちなみにこれだと唐揚げどれぐらい量だとあります？これで唐揚げで 500g ぐらい。唐揚げ500よ、はい、結構ガッツリきますね。これ単品も定食もある感じ？うん、単品も定食もやろうと思ってます。まあただこれは絶対定食よね。ご飯欲しくない？いいっすね、欲しいっすね。もうめちゃくちゃお腹空いてるんで。ありがとうございます。最高っす。じゃあ早速ちょっと出来たて食べちゃいますか。食べましょうか。あったかいのが一番うまいからね。いただきます。で改めてこの定食で頼んだ時についてくるメニューをいただいたんだけど、まあご飯とこれお味噌汁だね。で冷ややっこにお漬物と、まあ、皆さんのねちょっとお好みでこのチキン南蛮は単品かセットかね選んでもらいたいと思いますが、食べよう。でこれ小林さん、これタルタル普通のタルタルじゃない、なんかピンクがかってるというか。あら、さすがだね、気づくね。でこれこれこれ普通のなんかあの黄色っぽいとか白っぽいタルタルじゃなくてピンクじゃないですか。あ、これ味玉を使ってる。味玉、あ、そう普通のゆで卵じゃない。ゆで卵じゃない、だからラーメン屋だからこそできる。あの醤油ラーメンの返しに漬け込んだ味玉をタルタルとして使ってしまう。これなんてさ、普通のさ、多分普通のうまい食レポの人だったらさ、食ってから気づいてこれなんか違うんですかって聞くんだろうけど聞いちゃった。こんだけの違うと気になるよね。だってさ、これよ、うん、めっちゃうまそうじゃないこれ。めっちゃうまそうっすね。いただきます。はい、どうぞ。美味しいぐらい。うん、美味しい。うん、うわ、うまありがとう。やばい、ちょっとごめん、感想言う前にもう一個言っていい？毎日にも出来たて食べてほしいし、感想も言わなきゃいけないんだけど、もう一個出して。全然言ってください。うん、作った俺までお腹空いてきた。これうまっ。うん、うん、米合うな。あのさ、これマジやばい。ちょっとあのこの後一口食ったら分かると思うんだけど、とんでもなく好き。好き。チキン南蛮でさ、結構さちょっと甘すぎるタレとかだったりする場所もあるじゃない。でもなんかその甘すぎると個人的にそのおかずとしてもつまみとしてもちょっと不得意な部分になっちゃうんだけど、その甘みとかもちょうどいいし、でこれ江戸さんって衣こだわってるの、片栗粉とか結構いいの使ってて、このサクサク食感とか特徴的なんだけど、チキン南蛮特有のベチャベチャにつけたタイプのチキン南蛮じゃなくて、ちょっとタレが味付け程度にかかってプラスこのタルタルだからサクサク感っていうのかな、それもしっかり衣残ってるし抜群にうまい。でやっぱタルタル自体もさ、さっき言った味玉使ってるから、なんていうのかな、普通のゆで卵だけのちょっとこうあっさりさっぱりした感じじゃなくて、コクがしっかりあんのよ。これ本当にあの大げさ1ミリもなく、マジでマジでうまいから、ちょっとこれ食ってほしいですね。嬉しいな。ちょっと俺も今出来たて食べたからさ、毎日もちょっと出来たて食べてよ。いいですか、カメラ変わるから一瞬。じゃあちょっとお願いします。美味しさだけは。いやー、伝えたい。これねマジでうまいのよ。でかい。あ、でかい。そう、1個超でかいでしょ。これ箸と比べるとわかるかな。ちょっとね、マジででかくて重いんですよ。1個が超でかい。いただきます。もう食べちゃってください。うまそうに食うな。うまっ。毎日の食ってる姿マジでいいな。ご飯もうまい。ご飯もうまいでしょ。思ってた以上にサクサクしてて、そう、衣もサクサクでしょ。ジューシー。しかもそう、超ジューシー。もうほんと噛んだ瞬間あふれる肉汁ね。もう一回いいっすか。もう一回いっちゃって。味うまそうに食うな。おいかが。うまい。ほんとこれねたまんなくうまいよね。本当にうまい。本当にうまい。唐揚げめっちゃ好きだから、このソースと相まってすごい美味しいんですよ。と合流した時顔死んでたけど、もう生き生きしてるもん。本当ですか。自分じゃ分かんないですけど。自分じゃ分かんないけど。すごいな。うまっ。これ今回このお皿だけで4キロなのよ、大体。
でもね、多分ね、余裕で食える。これはね、うまい。俺もうさ、この江戸さんと多分ね、6年7年ぐらいのお付き合いなのよ。長いですね。結構長くて、で、その間にもこう、今回みたいにいろんな新メニュー作っていただいたの。もちろん全部美味しかったんだけど、個人的にはね、今回のこのチキン南蛮好み1位です。麺類とかさ、あとは丼物とかいろいろ開発してもらって新メニュー出したんだけど、本当に多分個人的に1位で、切らした頃の唐揚げともまたね、ちょっとね、研究して改良されてて、さらに最近この唐揚げが美味しくなってるんだけど、やっぱそこにね、このタルタルとちょっとしたタレと旨味が加わって、これね、マジでうまい。これなんて味表現したらいいかな、このタルタル。普通のタルタルと違ってさ、全然違う。コクとかまろやかさも強いし、なんか味玉の醤油が入ってるからなのかな、味わったことないコクというか、なんか酸っぱくはない。うん、そのタルタルより全然全然ない。むしろかなり甘みが強くて、このソースで甘みが加わってるって感じよね。うまっ。いいっすね、顔がめちゃくちゃ、いや、めちゃくちゃうまい。いつもに増していい笑顔ですね。やっぱ好きなお店でさ、とんでもなくうまい料理食うとさ、やっぱ人生の中でもう1番か2番を争うぐらい幸せよね。確かに。うまふ。いや、うまっ。いい顔してるな。うまい、うまい、本当に美味しい。うまいが言わなくて大丈夫です、多分。なんか特に食レポはもういらないね、うん、これよ。今このピンマイクで拾えてるかわかんないけど、こうみんなにこのサクサク感が伝わってほしいんだよ。音入っていくかな。確かに、ほんとザクザクのサクサク。でもやっぱどんどん入っていって余裕かなとは思うんだけど、一食目からの揚げ物ってやっぱ徐々に腹たまるね。そうですね。結構、しかもまだ昼前ですもんね。うん、うまい。言うて、もうオープンして間もなくだけど、外までお客さん並んでるし、もうほぼ満席よ。マジでね、ここは本当人気店なのよ。来てよかったですね、長い時間かけて。でも気づいたら3分の1ぐらいしかないわ。早い。普通に早い。もう全然ないんだけど、今日な、2軒目がなかったら絶対家にテイクアウトした。ちょっとせっかくだから、もうなくなっちゃうし、レモン絞っていい？はい。うますぎてさ、そのまんま食いすぎたわ。もう全然ないんだけど。レモンの量めっちゃ余ってます。でもこの濃厚さってコクがあるからさ、絶対レモン合うよね。うわ、これよ。これやばいね、滴る感じ。めちゃくちゃうまそうじゃない。レモンうまっ。不思議とよりそのタルタルの甘みが際立つというか、うわっ、うまっ。あ、うわ、幸せそうな顔が、映ってますよ。入れすぎた。え、レモンやった？レモン入れました、しれっと。俺しれっとやるんじゃねえよ。うまいなと思ったから。しれっとうまいなと思ったの。うまいなと思った。え、どっちの方が好き？かけるのとかけないの？僕レモン何でもかけたい派なんですよ。あ、なるほどね。じゃあ個人的にはやっぱレモンかけた方が好きだった。好きです、好きです。でも俺もそうかもな。やっぱ甘みがある分さ、ちょっとまったりもったりしてるじゃん。そこにこの酸味があるとなんかこうキュッと引き締まって、そうですね、またうまいかもね。でもタルタルが甘いからこそ成り立つっすよね、レモンの旨味が。本当そうかも。
米なくなった。おお。しれっと食べ終わっちゃいました。しれっと気づいたら唐揚げ食べ終わってるじゃん。すごいボリューム。やばくない量。満足度が。正直今腹何分目？いや結構もう僕も結構食う方だと思うんですけど、うん、ちゃんと10超えたかな。先日ちょっとダイエットした前ちんに1個秘宝があるんですけど、はい、大体ですね大食いと絡んだ関係者スタッフはほぼほぼ太ります。だからか今日のこの腹10割ぐらい満たされるような料理を今後月何回も食べるからね。カロリーえぐいっすね。だいたいあの茶色の暴力だから頑張ってください。ちょっとそうっすね、他でね他でね突き出しがちょっと残ってますんで。いや食べますもちろんです。しっかりと、ちょっと水だけ飲んでいいですか。ちょっともうこれ見て、これ見て、もうない。これがでも最後の一口ですね。ちょっといただきます。うん、じゃあもう毎日も綺麗に完食したし、今日のねこの撮影はこの辺りでごちそうさまでしたということで、ということでですね、皆さん今日はこれ毎日と一緒にねこの江戸さんで僕がお話しさせてもらったきっかけで生まれた新メニュー、まあ、おそらく動画公開後にね公式のツイッターからいついつに販売しますよと詳しい情報は出るかと思いますが、今日のね動画ここまで見てこんだけ話を聞いて食べたくないと思ってる人はきっといないと思う。みんな動画の前の皆さんはもう食べたい口になってると思いますので、ちょっとねやっぱ遠い方とかはなかなかね難しい部分もありますけれども、ぜひねこの江戸さん来れるよっていう方はこのチキン南蛮絶対に食べてみてください。カメラマンマイチンも一押しでございます。今の後です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。僕らは2軒目にこの後伺いたいと思います。じゃあね。ちょっとお母さん実はうん、多分ツイッターとかで見てると知ってると思うんですけど、シールできまして、これだ僕の、欲しかったやつ、はい、これ、あのもしよかったらじゃあ2枚ぐらい渡しておくんで、自分用とお店のどっかにもし貼ってもらえたら、ちょっとあの皆さんもぜひあの江戸さん来たらね、どこに貼るか動画で出しませんので、ちょっと探してもらいつつなんかねお店も楽しんでいただけたらと。やったありがとう、はい、いただきます。これお願いします。よかった。かわいい、ね、腹いっぱいだって忘れるとこだった。